栄山寺は奈良県五条市にある新言州豊山派の寺院。藤原ムチにより創建された。三号は学生山。本尊は薬師如来。奈良時代の建築である八角堂があることで知られる。現代の五条市にあたる地域は古代には阿田号と呼ばれた。阿田の地名は万葉集にも見え、式内社の阿田姫神社があるなど早くから開けた地域で、 あったと思われる。栄山寺は古くは、先山寺と呼ばれ、藤原夫人の長子であるムチマロが、養老三年に創建したと伝わる。その後、ムチマロを外する、藤原南家の菩提寺として、鎌倉時代になるまで大いに栄えた。南北朝時代には、南朝の五村上、長京、五亀山天皇の安在所が置かれていた。そのため、栄山寺暗宮跡として、 国の史跡に指定されている。本堂と石道路を現存する八角堂は、藤原ムチ丸の没後、この藤原中丸が、七の菩提を弔うために建立したと伝える。ムチ丸の墓は当初は佐保山にあったが、天平法寺4年、坂山寺北川の山上に改装された。八角堂の建立時期はこの年から中丸の没した、天平法寺8年までの5年間に絞られる。 小僧院文書に天平法治7年12月20日付の増遠藤所長という文書があり、この遠藤は坂山寺八角堂を指すものと交渉されている。坂山寺は遠藤汚の修行地とも伝えられ修縁道にも関係があったが戦国時代末期には八角堂を除く道房を消失した。その後、本堂阿弥陀堂等の道が再建され、 さらに、達中六堺が再建された。寺は元来は、幸福寺の末寺であったが、江戸時代初期に一時無十字となり、その後先入寺別院、流院の末寺となり、さらに、五国寺の末寺となった。現在では、達中も、売出院のみが残っている。堺山寺八角堂の軒堺山寺凡庄堺、山寺関戸バー、堺山寺暗宮跡書3件の古文書は、 第二次大戦後に文化庁買い上げとなり、現在は国立歴史民族博物館の所蔵となっている。いずれも寺の歴史を知る上で重要な資料である。ありがとうございます。